サンダザロからポジターノに向けて、歩きましたけど、途中までもう途中であのポジターノ行きのバスを見つけれたんで、もうローカルバスですけどね、それに乗ってようやくたどり着きましたけど、いやあとはね、ポジターノ、まあ、大体こう恋人と来たり新婚旅行で来たり、あとはリタイアしたご夫婦で来たり、あとはご家族ですかね、一人で来てるやつまずいないですからねまあエンジョイしましょう。たどり着きました、ポジターノのビーチです。ただ泳げるエリアは決まっていて、船の発着があるので、泳いじゃいけないエリアもちゃんと区切られてますね。いやとにかく着いた、達成感がすごい。ポジターノ、まさにアマルフィ海岸の核心と言ってもいいでしょう。ここは美しい、最も美しいエリアと言えるでしょうね。うわすごい、これ結構安いんですよね。エビとかイカとか、うわすごい。え、こうなってんだ。うわ。マリアパスマンスル。ポケマン。これね、観光地価格でちょっと高いんでしょうけど、それでも1300円ですからね、この量で。いや、yo tampoco lo entiendo. Yo no sé si es por el bus que igual tenéis contratado. これはお得。それだけなんで。安いんじゃないかな。いや、yo creo que la gente va a tener. ナポリの屋台だと6ユーロぐらいかな。ここは10ユーロです。まあでもお手頃ですよね。うん、おいしい。
さあポジターノで入りますよ。海にビーチのパラソルとか、ビーチベッドがあるところ、そこでゆっくりしようと思ったんですけど、予想以上に高い。30ユーロぐらいするんですよ、余裕で。ちょっと高すぎるよね。なんでもう仕方ないです。もう結構みんなフリーでね、荷物置いて泳げるところにみんな密集してますけど、もう高すぎていかんすよ。いや、しかしちょっと待って、すごい、めちゃくちゃ綺麗だわ。これはちょっと、あの船着き場って普通結構汚いですけどね、めちゃくちゃ綺麗だな。いやー、ちょっとポジターノに着くのに必死で、ゴーグル持ってき忘れましたね。がっつり泳ぎたい気分ですけど、見てみましょう。おー、いいわ。これはいい。あ、気持ちいい。あ、ほんと綺麗。ポジターノの海はほんと綺麗ですね。伝わりますかね、この透明度。これが地中海の色ですよ。一気にね、ハイキングして汗だくでしたけど、一気に流されますね。クールダウン、気持ちいい。あ、このためだったら苦労してもよかったな。苦労した甲斐がありますね。全然。いいわ。もうとにかくアマルフィ海岸は断崖絶壁なので、直線距離だとアマルフィまでとかそんな遠くないんですけど、もうとにかくもうぐにゃぐにゃした絶壁、崖みたいなところをずっと進んでいくんで。バスだとありえない時間かかるんですよね。もう船だと20分とかそれぐらいなんですけど、おそらくバスだと1時間半とか余裕でかかるんだと思います。もっとかな、2時間ぐらいかかるかもしれないな。なので、バスだとそれこそ2ユーロぐらいで行けるんですけども、帰りは船で、9ユーロでアマルフィに戻ります。ポジターノはこのね、街並みも綺麗ですけど、海も最高に綺麗です。この透明度ね。あー、これはたまらない。